え先ほど質問させてもらった18歳クソガキですこ某芸術大学生、えー、と正直まだ諦める気は全くありませんが一定しないことは視野に入れておこうと思います話は少し変わってしまうんですが今後需要が高まったり回っておいたこういう分野なんとがあれば教えてくださると助かりますお願いしますえっとあの本当に芸術系に進みたいのであればあの需要とか考える方がいいですよあの結局その需要で考えるっていうのは誰かが成功したことの真似をするっていうことになるんですよね で誰かが成功したことの真似をしている限り、残念ながらその芸術系で食えるレベルになることはないです。あの芸術系って誰もやったことがないのを先にやった人ってブランド価値がつくんですよ。なので、あのこいつ面白いっていうふうに世界の人が認識してくれると、面白いやつだから、じゃあそいつを出す商品を買うとかなんですけど、2番線で3番線でやってる人たちって、別にあの名前覚えられないんですよね。 ポケモンって世界中で割と売れていて、で、あの、まあ、あの、ポケモンって言えば、あのキャラクターだよねっていうのが世界で認識されてるんですけど、あの、ま、日本ではデジモンって知ってる人いると思うんですけど、世界でデジモンって認識してる人ほとんどいないんですよ。そのポケモンが流行ったからデジモンっていうのを出しましたっていうので、まあ、それなりに日本では売れたんですけど、じゃあデジモンのブランドで食えるかっていうと食えないんですよ。 なので、その需要があるっていうのは、誰かが成功した市場があって、そこを真似するって話なので、残念ながらそれを追ってる限り、芸術として食うは難しいので、あの、言っちゃ悪いですけど、芸術向いてないと思います。あの、インテリアデザイナーとか工業デザインとかやるんだったら別にいいんですよ。あの、売れてるものを真似するっていうのが。だその iPhone で、そのミニマルデザインみたいなのが流行ったから、じゃあミニマルデザインやりますよっていうのは全然いいんですよね。それはインテリアデザイナーだったりとか、インダストリアデザイナーっていう工業系デザイナーであれば。 でも芸術っていうのは他人がやんないことをやるべきなのでなのでその需要があるかどうかで選んでる時点で芸術は向いてないと思います要はその芸術って誰もやってないから面白いんですよなのであのアンディオ・フォールっていうおっさんがアメリカにいたんですけどあのキャンベルっていうあのどのスーパーに行っても売ってるスープの缶をひたすら並べるっていう絵を描いたんですよあのもう誰でも見たことがあるようなまあ日本で言うと なんだろう日本でいうとクノールの日本じゃねえか、えー、とじゃあ「まるのハンバーグ」の絵をずっとなんかいっぱい書いてあるポスターを作りました「丸大のハンバーグみんな知ってるでしょ?」っていうので「いやそんなもん誰が買うかよ」って話なんですけどでもみんなが知ってるものを並べるっていうのを逆に他にやったことがないから新しいみたいな、まあ、よくわかんない価値観で売れたんですよ。っていうのがあるのであの 他人の真似をしようとしている限り、残念ながら芸術系で組むのは難しいと思います。はい、まあ、有名になったもん勝ちっていうのは正解なんですよね。なので、あのバンクシーさんっていう人も、他の人がやらないようなことをやったから有名になったっていうのもあるんで。じゃあ、そのバンクシーさんの絵がめちゃめちゃうまいかっていうと、別に上手くないんですよ。<laughs> なんか変わったところに行って、変わった絵を描いてるから、あバンクシー面白いっていうだけで、その… 絵を描くそのなんかデザインセンスとか描いてる絵の面白さでいうと別にあれくらい描いてる人全然いるよねって話だったんですけど。